日曜チャンネルの吉安です。今日ですね、熟成ホップ由来苦味さんによる認知機能、精神機能改善についてのお話をしていきます。アルコール好きには朗報です。近年の疫学調査によると、少量の種類ですね、お酒類の摂取が脳の健康に良い作用があるという研究報告がございます。そして香りと苦味を付与するため、ビール醸造で伝統的に使用されている薬用ハーブの一種である、ホップはですね、実はさまざまな健康効果を持つ植物として古くから知られております。このホップ自体は、アルコールに変わることはないんですけども、味とか、香りとかですね、あと抗菌作用によりビールの腐敗ですねを防ぐために使われているハーブとなります。そしてホップは体内、我々の体内の中枢神経などに作用しまして、生態活動を調節する力を持つ薬用植物となっております。そしてキリングループらによるこれまでの研究でですね、ホップに含まれるイソアルファ酸やホップを加熱する、熟成することで生じる熟成ホップ由来、苦味酸にはですね、アルツハイマー病予防とか加齢に伴う、認知機能低下の抑制、そしてうつ病行動抑制ですね、の効果があることが、非臨床試験なんですけども、確認されております。そしてまたですね、順天堂大学とキリンホールディングス株式会社の共同研究グループがあるんですけども、健常人ですね、健康な方を対象に、臨床試験がありまして、ランダム化二重検問比較試験によりますと、ビールに含まれる苦味成分である熟成ホップ由来苦味酸が認知機能やストレス状態を改善することを確認しましたよという研究報告があります。ビール苦味成分でもある熟成ホップ由来苦味酸は、摂取後ですね、脳機能の、腸脳相関ですね、腸脳相関の活性化および前頭前野に関連した認知機能や気分状態を改善する可能性が示唆されましたという研究内容になります。この研究論文はですね、ジャーナル・オブ・アルツハイマーズ・ディジーズ誌に2020年に掲載されております。そして今回ですね、慶応技術大学とキリンホールディングス株式会社らの共同研究チームがあるんですけども、このビールの苦味成分である熟成ホップ由来苦味酸の単回摂取がですね、注意力を必要とする認知機能検査中の、自律神経活動を調節し、注意力をですね、向上させる、効能があることが、健常人を対象としたランダム化プラセボ対象二重検問クロスオーバー比較臨床試験で、確認したと、発表しております。過密になるんですけども、このような試験がございます。この詳細はですね、健康食品や生理活性食品成分に関する全般を扱う雑誌があるんですけども、ジャーナル・オブ・ファンクショナル・フーズに2022年に掲載されております。ここでいう二重検問クロスオーバー比較の臨床試験とはですね、被験者も、試験実施及び評価にあたる、医師も、いずれの、種類のものを、いわばプラセボと、実際ちゃんとしたものかどうかっていうものを接しているからも分からない状態で、行う試験だというものになっています。この熟成ホップ由来苦味酸の摂取はですね、健康な成人における自律神経活動を調整することが明らかになっていました。またですね、これまでの臨床試験では熟成ホップ由来苦味酸の、継続摂取ですね、ずっと続けて取ることによって記憶力とか、あと注意力などの認知機能改善効果が確認されていたんですけども、本試験により、1回ですね、1回の摂取でも注意力が向上することが新たに明らかになったということです。1回飲むだけでも効果が出ましたよということですね。またですね、これまでの試験では、中高年ですね、中年以上のですね、方を対象とした試験でしたが、今回の試験では、30代から60代の方という、幅広い世代で、試験をしたわけなんですけども、この熟成ホップ由来苦味酸が効果を発揮すると、若い世代でも発揮するということが分かりましたよというものになっていきます。ここはですね、この熟成ホップ由来苦味酸のですね、さらなる作用基準の解明であるとか、アルツハイマー病を持っている人への有効性などの臨床試験での検証が期待されるところになってきます。
本日の動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。それではさようなら。